デビュー調査隊が行く本命よりも自分よ、バレンタインの今を徹底調査。はい、デビュー調査隊の桑畑ルミナです。山下萌です。赤木ひなみです。今回デビュー調査隊が調査するのは、はい、衝撃のデータを入手しました。今時バレンタインデーは本命チョコをあげる人が少数派で、自分チョコや友チョコをあげる人がおよそ 50%。 ということで、今回日本で最初に百貨店でバレンタインキャンペーンを始めたメリーチョコレートカムパニーさんに最新のバレンタイン事情を調査しに来ました。レッツゴー。1950年に創業したメリーチョコレートカムパニーは、8年後の1958年に東京の百貨店で日本初のバレンタインセールを実施。その後2000年には世界最大のチョコレートの祭典サロン・デュ・ショコラ・パリに日本で初出展し、その後あらゆる賞を受賞。日本を代表する高級チョコレートメーカーです。本日商品開発を担当されております武田さん、井出さん、菊柳さんにお話を伺えることになりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速質問なんですけれども、バレンタインが本命チョコから友チョコだって自分チョコに変化してきたのってなぜだと思いますか？一番やっぱりコロナ禍になったのが大きいかなと思っていて、そうですね、コロナだとどうしてもこう外に出かけたりできなかったり、会える人も制限されたりするので、その流れで自分より身近な人を大事にしようだったり、自分のことを大切にしようっていうマインドが生まれてきて、本命チョコからこう自分チョコだったり友チョコだったりという流れになっているのかなって思っています。皆さんはなんか友チョコを送ったりとか、逆にお友達からもらったりとかはされますか？します、ね、送る文化っていうか、部活の友達とかに集めて、でそこで送り合って、で回し合って、豪華で、で20人分のチョコレートを1日で食べるみたいな、もうやってましたね。あのカンカンとか、ちょっとこうチョコレートの中身だけじゃなくて側も可愛いみたいなのも、1年に1回しかないからちょっと豪華なものをちょっと買っちゃうかなみたいな感じで選んじゃったりとかしますね。私はやっぱり食いしん坊なので、今チョコレート以外のものも売ってたりするので、いろんな種類のお菓子を食べるのがバレンタインの楽しみです。大学まで手作り派だったんですね。すごいキロ単位でチョコレートを仕入れて自分キロ単位で自分でボンボンショコラを作るようになったんですね。なんか自分で味の追求がしたくなってしまって、こういう味の組み合わせあるんだとか、こう研究していくうちに奥深いチョコレートの世界にいざなわれまして、今ここにおります。商品を開発していて一番嬉しかったことって何ですか？結構今 SNS で感想をつぶやいてくださる方も多くて、店頭ももちろんご反応いただく時いっぱいあるんですけど、それで嬉しい感想を見た時だったり、あとこう自分が作っていてこういうところで喜んでくださるといいなって思ったところをピンポイントで書いてくださる方がいらっしゃると、ああ作ってよかったなってすごく私も嬉しい気持ちになります。もチョコも目から楽しめる可愛さを追求したビジュアル重視派向けのご褒美チョコロゼーヌ。コスメのコンパクトなようなパッケージはちょっとレトロなデザインで集めたくなっちゃう可愛さ。ロゼーヌっていうブランド自体がまずバラの女王っていう、ちょっと造語ではあるんですけれども、それでこうお花をもらった時とか、こう時のときめき感っていうものをすごく大事にしていきたいなと思って、こちらのブーケはそこを大事に設計いたしました。いきます。オープン。うわー、しっぽ。レコ好きさんによる、猫好きさんのためのチョコレートブランド、レコミャミレ。等身大サイズの猫の顔がデザインされたお顔感チョコレートが新発売。
リアルな猫の可愛らしさを追い求め、社員さんたちが飼っている猫をモデルにデザインされたんだとか。他社さんとかでも結構出てる中で、あの本当リアルな猫ちゃんの仕草とか、まあ、ポーズとかこれとかもちょっと丸まってて、確かに本当にリアルにあのお家であのやってる姿を、まあ、そのままあのデザインとかチョコレートにしたら、まあ、きっとあの心に響くのかなっていうのがあって、そこからあの開発に至りました。そうなんです。いきますよ。オープン。おシール、シールぴょん。おー、かわいい、ハートがいっぱい。世界に一つだけの推しの名前入りオリジナルチョコが作れる？9色から選べるアレンジ自在の推し活チョコ、推しと私とチョコレート、いちごミルクやクリームブリュレなどカフェスイーツがチョコレートで楽しめちゃいます。このアイデアって誰が出たの？やっぱり大好きな推しが。そうですね、私も推しがいて、こう沼に浸かれたらいいなって不意に思って、顔赤いですよ。何推しは何色なんですか？推しは白。今年実は白が初めて出たんですけど、お客様の声もあったし、あの私も作りました。作りました。貴重なお話がたくさん聞けて、バレンタイン待ち遠しくなってきた ね。なんかあの本命チョコがだんだん少なくなってきて、むしろ自分チョコとか友チョコが増えてるっていうのもなんか理解できる、納得できる、なんかあのね商品ですよね。私自分チョコ買ったことないけど、もう今日買いたいって思う。買うしかないですよ、ね、来年こそ絶対買う。それでは以上、デビュー調査隊のバレンタインの今を徹底調査でした。バイバーイ。バイバーイ。